Thank you.
か、そこやな。
かったね。ここに行くと。もう曲がった。一番で曲がらなかった。こいつ、ずっとずっと曲がってっちゃうからね、もしかして。そっちもよ。これがこっち、プレートの方が曲がる。いやー、簡単には曲がる。もう、この場合は曲がる。やっぱりどうせ。いやいや、こうプレートの方が曲がってっちゃう。これが、こう元が曲がってまず、それが曲がる。そうではあすけ、生コンのアイアンが走っとって知られたので、ね、横に下にさ。これはね。焦げたわけだ。畑は治る。どっちかというとこいがほぼ曲がる。どうやって戻すか。外して叩かないまっすぐかってこと。強く曲がったっけ。結構曲がって次はどんかく持ってたろう、ね、13、14番貸して12は乗っとったらどういうこと。曲がった。うん、曲がった。だいたいまっすぐだね。そういえば清掃高さんね、うん、明日神殿代か払っと。もう代もらっと。なあ、ハンマーある？誰もらそうなら、こんな置いてばかるね。うん、あるもう。1個もあるかも、割らせないね。うん、お高いっすよ。お高い、買って。まあ、深夜とは、もう塩鶴まで帰られるなら買ってんよ、うん、よし。そして、ラックンのバター。ヒロアックンにちょっと電話してみないよね。ラックンも今がいいかもしれない、休みじゃ。そうそう、休み日が取ろうかな。ダメだよ、何年乗っとんねえ。乗せとらん。半年は乗っとらんねえ。金槌は持ってた。金槌は乗っとばって、セットまではなかなか乗ってない、ね。それがよかろう。それがよか。木の上でしょ、ね、あれだろ。コンクリの上でもある。こういうのが少し曲がった？少し曲がってるね。あ、何言ったかな。まだ曲がってる。まっすぐになるかどうかよ。操作問題よ。なんか包丁作りんごちフェムさんの今日は
あそうだ、急な入り口のとこや。周りの人もいじくわ、チェーン街バック取るやん。朝早かったら取っていた。いや、せん朝早かやせんだろ。昼帰来るけん。あ明日昼はもう塩ずるで、塩ずるでよか、塩ずるでよか。だって明日電話するやろ、いつの日に都合で。まっすぐんだかも。まっすぐっていうか、なんかポコッとした子だったっぽいね、こう、やっぱこう。そんなもん、最初から溶接見たらこんくらいの角度でついたもん。あー、まっすぐじゃなかった、ここに溶接ちょっと斜めに、斜めにわざとしてやろうよ。どうせ帰れちゃうの、帰れんの、そのまんま。これが帰れたっちゃう。お前調子悪かった。また叩きまくってなっちゃう。よかごってなるごて。そっちの方。ようなる方向にまぐってっちゃう。調整されちゃう。あ、ね、めっちゃ。調整しろ。これは食いだけはある。前んとはね、ここのね、これは回る。曲がることはできないけど、これ多分これ今とないことだし、それがよかつけね、今はそれがないことだ。いらんてもかつ、まあね、あんまり神経ね、そこまで。場所中さんと高さん違う。上出てまっすぐのところで攻めるか。一回出る？いや、もうこのまま張る。大体のところで。ここもあんまり。ああ、ここはよ。こういうのはあんまり関係ないけん。倒れとらんけんか。そうそう。倒れとっときがあいか。いいか。張っとっときがあいか。そこまで関係ないけん。どっちだっけ？上か？うん、それなかなの。だいたい元には戻ってる。うん。ティッチだいたい置いとく。もう5時もうせやなっと、うん、早さだよ、早さマジ早さ。今日何時まで知ってや、7時終わるまで7時までは入店なんで。ああ、そうギリギリぐらい、ま、終わりがそこで終わり、不思議になったら終わり、そう終わり。